コーカサスオオカブトは、捕まえられず、まあ、野生の動物もそんなに見れなかったんですけども、めちゃめちゃ面白い経験ができました。今からですね、ここを出発します。それでは、3日間滞在したラブアイ村を後にしたいと思います。我々のスマトラ島旅はまだ続きますんで、これで一回学んだよね。一発目って感じやね。一発目なんでちょっとぐだついたところもあるし、なんかこう難しさを痛感したところでもありますよね。やっぱりジャングルの本物のジャングルの全然いやいや、お前一匹も釣れてないでしょ。全然俺はココア型見つけた。お前は一匹も釣れてないでしょ。お前小魚も釣れてないでしょって言うんだから。じゃあ、帰ります。今日の朝ですね、ラブアイ村っていうところ出て、どっかで一泊してから、ナショナルパークに向かおうかなと思ったんですけど、ガイドのコーディのお兄ちゃんが、ナショナルパークに知り合いがいるみたいで、その人に泊まらせてくれるっていうことで、急遽今日もう向かいます。ナショナルパークの中にある、ホームステイさせてもらいますんで、まあとりあえずアクセスの悪いね、スマトラ島の中でもかなりアクセスの悪いナショナルパークに、向かいます。ラブアイ村の、ジャングルよりもはるかに、動物の量が多かったりとか、もちろん危険なものもいっぱいありますんで、まあ、そっちの方に潜入していきたいと思います。また滞在だね、4日間ぐらいかな、4日間ぐらい、国立公園内のジャングルに滞在したいと思いますんで。Hello, I'm Tommy. Your turn. I'm Tommy. 30. Second です。来ました。ターマンナショナルブキットセルキャンバリサンセラタン国立公園。この脇がもうそうや。そうそう、もうその脇、その脇からですね。もうそこの脇からナショナルパークに入ります。国立公園。まあ、そこからちょっと奥に入ってて、ガイドさんと一緒に奥に入ってて、まあ野生のトラビスさんとか、シン君は川で釣りをしたいみたいなんで、まあワニなんかは全然出ると思いますので、気をつけていこう、集中していこう。ここ車取れるか、大丈夫か、電気あんのかよ。せめて電気欲しいな。ソーラーパネルでもいいから、何でもありますね。ここ LTA、 3G、3G か。いや、いいってなってるやん。うーわ、最悪。あ、よし、ただいまホームステイ先に到着しました。ジャングルの中にちょこっと入ったところですね。ちょこっと入ったところ、こちらです、小屋です。こちら小屋でございます。あ、こっちが部屋か。おお、あ、広いベッド。あー、ナイスナイス。オッケー、コンセントもあるし、あー、なんとか生きれます。スーツかな。外みたいですね、トイレとお風呂は。寒いぞこれ。ちょっとやべえなこれ。ちょっと待って、今明るつけるわ。あ、いや、やばいな、 GoPro 越しに見る映像やばいなこれ。この水の色よ、水の色がさ、え、待って、うーわマジか。これがシャワーです。皆様、匂いは臭くないから楽やん。これを桶に組んで、たんだ水。まあこのホームステイからいろいろつないでもらう、いろんな人のつながりを得て、ようやくこの、国立公園ナショナルパークの中に住んでる方の
ここでホームステイさせてもらって、でガイドさんもいてって感じなんで、まあ、ここから数日間ですね、ラッキーなんですけども、ラッキーなことに、住ましてもらえるので、ここから数日間ちょっとここで滞在して、動画を撮っていきたいと思ってますんで、皆さんぜひチェックお願いします。